のシステムが誤作動を起こしてラインを上がってしまいます。少なくとも28の食パンがアレルゲンになると言われています。その中でも卵や牛乳、ナッツ類を食べられない人が多くなります。私の場合は、ジンマスクの人に、